ポーター・ロビンソンとはアメリカ合衆国出身の DJ プロデューサー。デビューアルバムはワールズで2014年8月12日にリリースされた。1992年7月15日にアメリカ合衆国ノースカロライナ州に生まれ、現在も居住している。ポーターは独学で12歳から作曲を始め、18歳には国際的に有名な DJ となった。 また先駆的な DJ として、早くから注目され、ビルボードの DJ ランキングにおいて7位、ミックス部門では1位、DJ タイムズでは2013年で、アメリカで最も優秀な DJ と評された。2011年には、スクリレックスが設立したレーベルアウスラと契約、シングル、スピットファイヤーをリリースした。このシングルは、成功を収め、iTunes のダンスチャートとビートポートで1位を、 獲得した。2012年にリリースしたシングルランゲージもビートポートや iTunes のダンスチャートで1位を獲得した。ポーターは日本のゲーム、特にコナミのアーケードゲームであるダンスダンスレボリューションの BGM に関心を持って作曲を始めたとしている。日本のアニメ好きでも知られ、魔法少女マドカマギカや白箱や月刊少女の尾崎くん。 キルミーベイベイベーなど数々のアニメ視聴者であることをツイッター上で発言している。2014年には秋葉原のメイドキ茶での写真も公開した。また、日本式の顔文字を好んで使用し、ポーターのロゴマークである顔文字もそれにインスパイアされたものである。ボーカロイドを使用した楽曲、サットマシンなどもリリースしている。2016年には自身が脚本を務め、 日本のアニメ制作会社 A-1Pictures と共に制作したシェルターのアニメーション PV を公開した。ありがとうございます。